自分の顔が水に映るか、青と瓜二つ同じであるように、あなたの心もあなたを映します。あなたの目つきに、あなたの表情に、ある時は顔色に、あなたの心の状況が現れているんです。心に喜びがあれば、あなたを見る人が、神を見たことなくても、あ、神様いるんだと感じる。以前言ったように、この人見てると仏見てるようだ。これ、仏は見たことがないけど、褒め言葉として使われるわけですよ。ね。逆に言ったら、この人見てると、ジーザス見てるようだ。十字架担いで、韓国に行ったことがありましたよ。ね。そうすると、政治家たちも合流して、大きなキャンペーンになって、俺、韓国2回歩いたんですね。プッサンからハンモン店まで。で、日本からついてきたやつって、みんな茶髪にピアス。で、俺もヒゲ生やしてるし、ロン毛。そうすると韓国のクリスチャンたちって儒教とシャーマニズムの影響を受けてるから非常に硬い奴らが多いんだよね。で、牧師も私は何々進学校の学長ですとか聞いてもいねえのに俺に言ってくるわけ。で、私たちの教会は何千人と聞いてもいねえのに数字を言うわけさ。で、そういう人たちが一緒に行進来るんだけど、真面目な多くのクリスチャンは俺が短パン履いてる。牧師は素肌見せちゃいけねえって言うんですよ。ひげを生やしてる牧師は誰もいないって。ね。で、あなたが連れてきた人たちは、未信者なのかってみんなクリスチャンです。ええー、みたいな。ピアスやってて、あれさ、鼻輪までつけてる。ロン毛、茶髪。要するに彼らのステレオタイプのクリスチャンに見えねえんですよ。で、俺に、この町に入ってくる前に、長ズボン履けって言うんです。冗談じゃないんだよ。俺はファッションにこだわってんですよ。伊達に週に5回トレーニングしてねえんだよ。今日だってトレーニングしてきたんだから。俺はアメイジングレース胸筋でできんだから。アメイジングレース。まあそんなのはどうでもいいけど。3人だけで握手は起きて。人は外側見る、神は心の内側見る。ね。語らずにして語るが俺の生き方だけど、こんだけ語っちゃってる。でも本当は存在感で漂わせたい。俺の言ってることを。これが俺の究極。ね。ここに立ってるだけでも、福音のエッセンスはお前たちに流れてると俺は思ってる。金は見えないけど感染する。教会に行ってくしゃみしてる人の隣にいたら、あなたも3日のうち家帰ってくしゃみしてる。結局教会に、恵まれるために行ったのに風邪うつされている。俺の集会は違う。必ず3日のうちにあなたは、ハレルヤって言うんだ。必ず。まあ、そんなことはないけど。でも結局、ステレオタイプのクリスチャンっていっぱいいるわけですよ。俺に、ね、長ズボン履けって言うわけですよ。俺はこのふくらはぎを通して福音を伝えてんだよ。ね、胸筋を通して神の愛を伝えてんだ。だって俺、トレーニングしても全部、言葉は音色、体は楽器、言葉の音色を叶えるためには楽器をチューンアップ、腹筋旋回ってやってるわけですよ。言ってること分かんない？分かんなきゃいいよ、別に。俺はどこ切っても、ゴスペルのために、やってるわけですよ。パウロは俺を見ろって自分に見させるのは俺の中にあるキリスト見ろって言ってるんですよ。だから、外側からも内側からも、ね、どっからでも、ジーザスの香りを通して、熱を通して、存在感を通して、ね、ある時はオーラを通して、ジーザスの栄光を表したいってね、どれだけ出てるかは、俺はわかんない。お前たちがわかるだろう。なんで浸透してんの長ズボン履けっていうわけ。俺頭に来たから、お前カール・ルイス100メートル長ズボンで走らせるかって言ったの。どっからそういうアイデアが出たのかわかんないけど。で、みんな、俺がずっと田舎道歩いてんのに、ある大きな町に来たら、みんなで、この平和のキャンペーンやるわけですよ。それは政治家がどんどん来て、新聞記者が来て、その時だけ政治家たちが、この十字架を私が担ぎますって、スーツ着ながら担いで、新聞記者に写真撮られてるの。俺は後ろの方で、なんかおかしいなって。違うだろ、これって。こいつは全然歩いてないのに、美味しいところだけで写真撮ってる。
で新聞に出てるわけですよ、平和の行進って。たかが100メートル歩いただけだろって。その背後に俺30キロ歩いてきたのに、俺だけはどっかの後ろみたいな。知ってる人は知ってる、神様も知ってる。でもそういうことってあるわけですよね。え、牧師は素肌見せないって。教会に行ったらね、ジーゼスの絵があるんですよ、聖画が。ジーゼス髪の毛長いし、俺みたいにひげ生えしてるわけですよ。裸で十字架にかかってんだよ。これ見てみろって、裸じゃんみたいな。長ズボン履いてねえぜって。そしたら、アーサー先生、イエス様みたいって、今言うのかって。なんで最初に言わなかったんだって。そういう世界ですよ。わけわかんない。ね、最初から貫いてくれりゃいいのに、コロッと変わっちゃうっていうね。まあそれも、それでいいのかわかんないけど。結局、その韓国行った時そういう体験しましたよ。ね。非常に形から入るわけですよね。そして数字とかそういうのを結構誇るわけですよ。まあでも、今度は日本は日本で、また違う意味で閉じこもっちゃって堅苦しい。まあ、人間って立法主義になりやすい。1たす1は2っていうふうに、ね。信仰って1たす1は2じゃねえからね。もう掛け算、割り算、引き算、いろんなものがコンビネーションになってるわけですね。信仰の生き方っていうのは状況状況に違う。サーファーが波を乗るようなもの、毎回同じ波来ねえから。ね。そうすると日々の波乗りの練習があるとき、大きな波来たときに乗れるようにしてくれるのかもわかんない。千の稽古、単といい、万の稽古、連という鍛錬ですよね。だからメッセージというのは作るもんじゃなくて、日々の体験からにじみ出るものか。だから俺以前も言った、牧師先生になる卵たちに、進学校で進学だけを勉強すると頭でっかちになるぞと。神は勉強では学べないんだと。その逆の人間学を勉強しろって、かっちょいいこと言うよ俺も。人間を勉強しろ、人間から学べ、人間を学ぶと人間を作った神のことが分かってくるって言うんですよ。そうすると人間ってみんな完全完璧じゃないんですよ。ね。教会の牧師が、うちの信者がこういう問題起こした、ああいう問題起こした。ね。罪を犯していけないのに、神は義なる方だと。だから、こういう問題を起こした奴を、ね、愛するなんていうのは、許すなんていうのは考えられないという人もいるわけですよ。でも違うでしょ。神は恵み深い、憐れみ深い方でしょ。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神はご自身の愛を明らかにしておられるのですと聖書にある。イエス・キリストの打ち傷によってあなたの心の傷は癒されます。イエス・キリストが流した血潮によってあなたの罪汚れ、すべて洗い流されます。あなたの罪を東から西へ移し替え、もう私はお前の罪を思い出さないと書いてあります。紅のように赤い罪を雪のように白くし、火のように赤い罪を羊の毛のようにする。出てくる出てくる言葉が、歩くバイブルブックと呼んでくんね。もうこの年になるとね、あんまり先は長くねえんだよ。好き勝手なこと言わせてもらうぜ。今日俺の言ってることが分からなきゃ、あんたの聞き方が悪かったんだ。俺のメッセージはノートで書くもんじゃねえんだよ。心で感じ取るもんなのね。だからノート書いても意味ない。俺だって何言うか分かんねえんだから。でも今日俺は一番スッキリして帰る。今日お前たちは俺の短ツボなんだ。だから俺は吐きたいだけ吐いて、心スッキリして帰って、俺だけ一番恵まれて救われた感動を持って帰っていく。お前はどうか分かんないけど、そんなことはない。ねえ、メッセンジャーが自由だとね、聞いてるものも自由になるんだよ。聖書開きましょう。黙示録の三章の二十節。神は勝ってるな。だいたいそういう牧師は後ろ指刺されるんですよ。ちょっとした問題を起こすと。最初から言えばいいんです。私は罪人です。今日来る途中に可愛い女の子見て心がときめきました。神をお許しください。とかね。ね、言えば周りのやつがほっとしたみたいな。この牧師、真実語ってる。真理はあなたを自由にする。ね。結局、
自分の中にある喜怒哀楽、自分の中にある正直、直心は菩薩の浄土なりという言葉も、この浄土宗にあるけど、似たような言葉、聖書にありますよ。幼子のようにならないと神の国に入れない。神の国とか天国って死んだ後に行く場所じゃないんです。母親が8月の14日に亡くなりましたよ。盆の時期ですよね。もうずっと看病をしてて、そして亡くなる1日前は一緒に病院で夜を過ごしましたよ。彼女の手握りながら。もう苦しい苦しいって言っても息止めてくれって母親言うわけですよね。でも母親最後の最後まで息を引き取るまでね、もう死に向かっていきましたよ。死ぬのは怖くないと。ね、で天国に行けるんだからなんて言うとね、あんたそんな簡単に言うもんじゃないわよって、あんた行ったことがないんだからね、わからないくせして言わないでって言うんだよ。死ぬ前までシャープなんですよ母親は。ねね、行ったことないのにね、そんなの簡単に言わないでなんて言うわけだ。確かにそうなんだよね。俺たちってね、天国とかうんぬんとかね、もう今死に向かっている人はね、もうそこで一緒に呼吸してあげるだけで十分なんですよ。要するに今生きている中で不思議な安堵感、あ、神様自分と共にいるっていう気持ちがあれば、もうそれが天国なんですよ。ね、死んだ後の天国なんて苦しんでる時は分かんねえんだから。そうでしょ。俺たちなんかこう、たやすい答えを出そうとするけど、ある時はもう黙ってるとね。黙ってその手を握ってあげるだけでいいんですよ。もう、 うちの母親、もう死ぬ前もね、あんたそのシャツいいわよとかね、その帽子いいわって、もうダメ出しくりきますからね。だからすごく逆に息引き取るまで母親は母親らしかったなと思うんですよ。そしてやっぱりね、分かんないことは分かんねえね、受け入れられないことは受け入れられないね、そういう喜怒哀楽とかでしたよ。でもね、祈る時、イエス様感謝しますとかね、祈ってんだよね。だからまあ人間ってね、やっぱりこうすごく素直になる部分と怒る部分と葛藤する部分ってあるじゃないですか。正直でやれって、ね、春夏秋冬、日本人は分かるように俺たちの心も喜怒哀楽というのがある。悲しいなら悲しいと認めろ。そうするとイエスが言った、悲しいものは幸いだ、ね、その人は慰められるからであるという世界が広がる。心貧しいなら貧しいと認めろ。心の貧しいものは幸いだ。天の国、永遠の命はその人のものだから。だから、自分たちのそういう弱いところを認めることが、あなたを強くしてくださる方がそばにいるんだよということに気づけるチャンスなんですよ。この画布の形や色、写真機のレンズがそのまま映し出すように、その画布の形や色をあなたが見ているかというと、実は疑問ですと。あなたはその画布の形や色を見ているようだけど、実は自分の見たいものしか見てないんですと岡本太郎は語った。だからこの絵をね、本当にその絵が自分に訴えかけているメッセージを受け止めてるのか、もう自分が最初から解釈してそれを見てるのか。神様という存在も同じように、自分の領域の中の形の虫眼鏡で神を見てるだけなのかもわかんない。だから聖書は偶像を作るな、私の他に神があってはならない、偶像を拝むな、偶像に使えなというのは、逆に言ったら自分の心の中に偶像があって、それをあなたは神と呼んでるだけでね、仏壇で手を合わせて拝んでるのはいけないって言いながら、あなたも同じようなことをクリスチャンでありながらやってるのかもわからないってね、気づく必要があるかもしれませんよ。そんなね、ケチなちっぽけな神様じゃありませんよ。俺たちのことを分かってる。長い歴史の中でね、イエスの系図を見てください。ラハブとかルツとかね、マタイの福音書の中から出てくるでしょ。系図の中にラハブなんていうのは娼婦館のボスですよ、ね、しかもそのルツなんかはモアブ民族ですよ。モアブ民族って知ってんの？あのアブラハムの兄弟ロトと別れて、ロトはソドムとゴモラで住んだ時に、
もうそこはぐちゃぐちゃになってたわけですよ。そしてアブラハムがねえ、天使に救ってくださいってね、頼んで、そして彼らは何人かは救われたわけですよね。でも奥さんは後ろ向いて、向いちゃいけないのに一緒の柱になった。最終的にはロトと二人の娘、洞窟で暮らしている時に娘が、自分たちの子孫繁栄どうなの？と、もう男はいないじゃん。親父を酔っ払わせ、そしてまずお姉さん、あなたが床に入んなって言って、親父を酔っ払わせて、そして親父の子供を身ごもったって、俺あの歌詞を読むために親父分かんなかったのかなと思うんだよね。なんで聖書、相当酔ってんのか、相当もう酒乱なのか。でも酒乱でも分かるだろうと思うんだけど、そうなったわけですよね。そして次の日に妹が行って、それでモアブとアモン民族がそこから出たんですよ。ね。そのモアブの民族の中からルツが生まれて、ルツがイエスの系図の中に入ってるわけですよ。ルツから今度はボアズ、そしてダビデ王が生まれてきますからね。だからその系図の中に、そういうとんでもない民族の中から、もう目を塞ぎたいような行為をしている、そういう民族のルーツからジーゼスは生まれてきているわけですよね。ってことは、人間の罪を知り尽くしている。そして罪を許すっていうだけじゃなくて、どん底の黄泉にまで下って汚い下水道を泳いでこの地上に来てくれたのと同じですよ。だからあんたのね、ちょっとした罪なんか驚くわけがないんですよ。そのために俺は十字架にかかったんだと。ね、イスラエルの民族でもね、みんな振り返ったらどうしようもない罪人ですよ。私は正しい人を招くために来たんで、罪人を招くために来たんだ。素直にあればいい。俺は罪人だった方が早い。ね、救いは早い。変な風に真面目ぶって生きて、教会に行ってるから、祈祷会に行ってるから、朝ディボーションを5分持ってるからって、何言ってんだお前はみたいな、ね、だからこれで神様は自分を受け入れてくれるってね、そんな行いじゃねえんだよ。極端に言えばそんなことしなくても神様の愛は変わんないんですよ。でも神様の愛が分かればもっと知りたいって聖書を読むし、もっとこの方に祈りたいって祈るし、もっとこの方に仕えていきたいって仕えるわけですよ。全然動機が違うわけです。恵みによって、もう嬉しくて、この方に仕えたい。だから俺十字架担ぐときに、担がなくちゃいけないから担いでんじゃないんです。担ぎたいから担いでんです。黙れよ！そうなんだよ。俺のあの、見ただろあれ。俺自分で惚れ惚れするよ。お前は担いでみろ。お前の心の状況が出るから。こんなんで担いでみな。みんな目を閉じるよ。うぅー。だからクリスチャンは見にくいんだ。みたいなさ。これ違うよ。心がもう喜びある。だってね、偽善でね、3000マイル歩けねえよ。ね。心虚しくてね、やらなくちゃいけないってね、3000マイル、5000キロなんて歩けるもんじゃない。でも不思議だけど、歩くエネルギー。でこの自然界が俺を包んでくれて、神の言葉が俺を抱擁してくれてる。ね、嬉しくてしょうがない。ね、もちろん、朝の5分の感動はそうなんだけど、あとは俺何してんだろうって、やっぱり自分も人間だから。俺バカじゃんと思うんだよね。なんか落ちてねえかな、みたいな感じで。そういう面もあるよ。だから俺の生命線は、1日のあの5分。あとの7時間55分は俺放心状態。何やってるのかさっぱりわかんない。でもいいんだよ、死の大庭にいる5分は。ね、1000年分ぐらいの5分になるんだよ、本当は。ね、そういうなんかこと、時間じゃないんだよな。そういうのを味わってるとね、もう今日祈りましょうとかね、こう賛美歌わないとっていう次元がね、通用しなくなるの。だからやっぱり朝起きるとなんか気分がいいからちょっと霊的になろうってね。賛美歌でも歌おうかって歌ってんですよ。だんだん歌う自分に嫌気がさしてくるの。
お前偽善者だなって、全然歌いたくないのに歌ってるな今みたいなね。だからもう一つの自分が問いかけるんだよね。そうだなみたいな。だから歌いたければ歌う、歌いたくなければ歌わない、手を挙げたければ手を挙げる、手を挙げなけ、挙げたくなければ手を挙げない。教会行ったらみんな手を挙げてる、自分だけが挙げてないとみんなじろじろ見るみたいなね。お前誰のためにやってんだよって、神様のためにやってんじゃねえの。なんか教会に行って人を見ながらね。俺の娘が11月に結婚するんだよ。その相手がチャイニーズ系のカナディアンなんだよな。でこいつも飛んでるやつで、いろんな人から疑われる傾向があるんだよ。で娘と結婚して大丈夫かとかね、いろんなやつが言うんだけど、俺の母親が死ぬ前にやつを見て、この人なら大丈夫って言って反抗したわけですよね。母親がそう言ったぜみたいな。でそいつは教会に行くとみんな歌ってるのをこう見るのが好きなやつなんだ。なんかわけわかんないじゃない。みんながこうやって歌って放心状態のみんな見はー見てると、だから自分は歌わないで見てんのみんなを。だからこうみんなこっち側でしょ、やつはみんなを見てるわけさ。それで感動してんの。みんなが神様を賛美してるのを見て感動するやつなの。それいけなくないよ。なんかみんな純粋に神様に歌ってる姿見て彼は恵まれてるわけさ。でも周りはあいつは歌ってなかった、あいつはみんなを見てた、あいつは本当に救われてるんだろうかって言われるわけさ。本当にあなたの娘と結婚して大丈夫みたいな。でもそいつはそういうやつなんだよ。いいんだよこういうやつもいて。なんでみんな同じ教会の信者ってつまんないやつをいっぱいいるよ。みんなロボット、ね、みんな同じ右右右左右左、ね、結局オリジナリティがね、ね、一人一人神様を賛美するのも自由ね。ディボーションもさ、いつも家でやってないで、神、俺がね、俺はイエス様とのデートの時間って言うんだけど、いつも机の上で同じ場所で同じスタイルで、イエス様ね、きっと言ってると思う。お前さ、ちょっと違うやり方できねえって。たまにはさ、俺と散歩しようよ外とかさ、星を見ようよとかさ、例えばデートするならいろいろ考えるだろう。まあ、子供はまだわかんないけど、お前たちはまだ早いから、ね、ちょっと大変なんだよな、こう若い子が来てると、俺ちょっと下品なこと言うから、お前つまずくな。大丈夫だ、この前話したもんな、お前とな、うん、大丈夫だ、こいつは将来いい証人になると思う、このメッセージに耐えてんだから。しかも俺のことが好きっていうのは大したもんだ。好きなのかわかんないけど、勝手に好きだと決めきちゃってる。でもね、やっぱりイエス様とのデートの時間だから、ディボーションの持ち方もさ、毎回同じ。俺ある時期聖書を1日10章読んでた時期があるんですよ。それ6年間ぐらい続けたの。1日4章で1年間に聖書を全部読み通すことができるので、前も言ったけど、俺結構その教会に言われて講演してる時に、レビ記開きましょうって言いながら、レビ記読んだことがなかったわけさ、全部。でもこいつはバカだから大丈夫だと思って、ね、レビ記開きましょうなんてやってる。ある箇所を引用するのに。でもここの中でお前読んでいいじゃん。ね。で、それがいつも気がかりだったわけさ。宣教師として日本に来てんのに、レビ記は読んでない。いや、俺聖書全部読みたかったんだよ。でもレビ記に入ったら、キューピット、キューピット、キューピットって、なんだよ、キューピーバイオレンスかよって。で数字ばっかり出てくるんだよ。寸法を測るとかね、アカシア材でね、この輪っかを入れるとかさ、わけわかんない、建築かよこれはみたいな。なんでこんなややこしいんだ。俺数字にトラマがあるわけ、算数が良くなかったから。でその数字がいっぱい出てくるんだよ。でこのレビ記がベルリンの壁のように俺に立ちはだかったんだよ。俺は素直に読みたかったのに、数字ばっかりするからこれをスルーできなかったんだよ。俺のせいじゃないんだよ、数字が多すぎたんだよ。で、あれだけは読まなかった。だから全然読めなかった。でもしょうがねえよね。一日四章ったら全部読み通すことが、やっぱり A 型の天秤座極めるタイプ。四章、一日四章読んで、ついにレビ記突破しましたよ。全部読み通した。なんか、
自信にあふれるようになった。教会に行ってレビ記開きましょうみたいな感じで自信持って言えるようになったよ。しかしあるキャンプに行ったら、高校生キャンプで、みんな先生聖書サインしてくださいって言うんだよね。お前らの聖書綺麗だな、先生の聖書見てみろって。レビ記が黙示録に入ってるだろうって破けて入っただけなんだけど、柔道着は汚いほど練習積んだ証なんだってわけわかんないこと言いながら、お前の綺麗だな、いやこれ最近下ろしたばかりですと、僕は一日10章読むんですっていうわけさ。この野郎と思ったね。聖なる怒りを覚えた。この高校生の癖しやがってこんなに読みやがってみたいな。お前に負けねえぞって俺も10章読んで。10章読んで1年間に聖書3回読み通すことで、6年間続けたよ俺。やっぱり極めるタイプ。だから今こうやって聖書の言葉が出てくるんだよね。もう聖書積み重ねて、バベルの塔だなんて冗談でやってたけど。そんなことはどうでもいいんだけど、でもね、いつの間にか、その、1日24時間1440分、1日の1割は144分、2時間24分、ね、献金10分の1を捧げよう。俺は1日の10分の1をディボーションに捧げるなんてかっちょいいこと言って、2時間24分、忠実に6年間、毎回10章を読んで、ペテロとヤコブとヨハネは、ゲッセマの園にイエスに連れて行かれたけど、1時間も目を覚まして祈ることができなった。バカだなって。1時間も祈れなかったのか、俺1時間祈る。なんて言ってさ、毎日1時間祈って、聖書10章を読んで、144分、2時間24分、1日の1割を主に捧げてたの、6年間。でもいつの間にか、立法主義的になってる自分に気づいたわけですね。その形にとらわれてる、数字にとらわれてる、そういうもんじゃねえだろうって。ね、別に読まなくても神様一緒にいる、もちろん読んで神様がいるってことも知れるけど、こうしなくちゃいけないになっちゃうと立法になっちゃうわけですね。だ人間って完璧に堕落するか堅苦しい立法主義的になるか、そのバランスが大切なんだよね。神は言葉を発した時にこの混沌としている闇に秩序を与えたわけですよね。俺たちの心にもバランスと秩序を与えてくれる存在。イエス・キリストは知恵と知識の宝なる存在だって書いてある。この方を心に据えんなら知恵と知識が与えられるんだ。バランスが与えられる。結局人生っていうのはバランスを探す旅ですよ。なぜかというと私たちは傾きやすい。右にも左にも。だから信仰の創始者、完成者、イエスから目を離さないでいなさい。でもどういうイエスから目を離さないでいるの？あなたのイエスはどういうイエスなのって話になってくる。ね。アーサーの信じてるイエスなら私は信じたい。でもあそこの教会のジーゼスなら遠慮したいって言うんだよ。俺も俺のジーゼスは保証できるけど、あそこの教会のジーゼスは保証できない。何でも十杯とからげに教会に行きなさいって言えない。行く教会どういう教会なんだ。どういう人たちがいるんだ。それによって、救われる人もなんか救いがわからなくなる人だっているわけさ。だからそういう世界なんだってことも私は踏まえておかないと、ね、信じるというのはまず疑うっていうことがなければ信じるというものはないわけですね。だから信じるために疑うっていうこともあるときは必要ですよ。結局多くの牧師の息子たちが親父に反発する。ある時期は日曜学校に行ってた、みんな教会に来た。ある時期行かなくなる。ね。上から言われたことを最初は素直にしてた。しかしそれができなくなる、思春期になると。要するに疑うわけです。その生き方に対して。そして疑った挙句に、後に自分で人に言われたからによって、やっぱりジーザスは自分の救い主なんだって気づいて、で信仰がビシッとなるわけですね。だからそういう意味では自立する必要があるわけですね。最初は人に言われる、最初は人の真似をする、真似から入る。でも最終的に本当に喜びを持って解放して、解放されて生きていくにはね、自分の中にキリストが生きているんだ、この方はあれに深い存在なんだと、罪人なる俺を招くために来てくれたんだと、そういう信仰に立たない限り、ね、神は愛ですよって言われたって人が、ね、あなたの愛を信じてあんたみたいになるなら遠慮させって
させてって言われる人もいるわけですよ。でもお前のジーザスなら俺信じたい。以前あるところで集会やって、そこのミュージシャンがノンクリスチャンで打ち上げに来てくれて、打ち上げ行ったの。サックス吹くやつだったんですね。で俺がメッセージで、十字架、キリストは、ね、十字架にかかってくれた、神は、ね、御子イエス・キリスト、自分の御子を犠牲にしてまで俺たちに救いを与えてくれているっていうような内容だったんですけど、彼がお酒飲みながら、俺は絶対クリスチャンにはなれない、俺は自分の可愛い子供を犠牲にはできない、ね、たまたま奥さんと別れて別居生活しながら、奥さんの元に子供がいる、子供が大好き、でもなかなか会えない、そういうのもあって、ね、子供を犠牲にするなんて考えられない、俺絶対クリスチャンになれない。そのうちにワイン2杯3杯飲みながら、アーサーのその二頭筋にイエス・キリストがいるような気がするって言い始めた。もう完璧に幻覚症状の中なんだろうね。イエスさんも大酒飲みで大ぐらいだって言われたけど、やっぱりあの居酒屋フェローシップでもそこが教会状態になって、アーサーの二頭筋にイエス・キリストがいるような気がする、うん、俺はイエス・キリストを信じるって今度言い始めるんですよ。あんだけ信じないって言ったの、今度信じるって言うの。本当かって、本当だ、俺はアーサーから洗礼受けるって言うんだよ。じゃあ今祈ろうって言って、イエス様ここの中に入ってください、アーメン、おめでとうなんて言って、乾杯なんて言ってますよ。で次の日もう忘れてたろうなと思ったら電話してくるんですよ。アーサー先生、洗礼よろしくって、洗礼受けてね、そしてプロフェッショナルなサックス、素晴らしいアメイジング・グレイスを弾くとね、もう鳴り響く、そういうあの演奏者ですよ。ジョー山中さんっていう人が亡くなった時、彼の葬儀で彼がアメイジング・グレイスをサックスで吹いたんですよ。やつは俺の二頭筋にイエス・キリストを見たんですよ。初めてですよ、そう言われて、まあ、俺の前に来るやつって変なやつ多いけど、でも信じるんだよ。そして信じ続けてるんだよ。で病院で入院しているね、その彼の友、彼は励ましたい、聖書の箇所、なんかいい箇所を教えてくださいって電話かかってくる。で祈ってくださいってね、やっぱりね、魂に救いがあるからそういうこと言えるわけさ、ね、そうするとやっぱり音色も変わってくるわけさ。大いなる存在信じてるから、その憐れみと慰め、その音楽を通して人に伝わる。で一人一人、ね、どういうジーザス信じてるんだ、あなたのためにジーザス命かけてくれたんだ、神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになるほどようあなたを愛された、その御子イエス・キリストを信じる者が誰一人滅びることなく永遠の命を得るためである、100匹の羊がいて1匹が迷うと、その1匹のために命を投げ出して助けに出かける存在がイエス・キリストですよ。イエスはあなたのもとに来てくれた、ある人を通して、ある書物を通して、ある時は自然界を通して、全部は分からなかったけど、物は心で見るんだ、肝心なものは目で見えないんだ、見えるものの背後に見えない何かがあるんだ、そういう思いを、信仰心を目覚めさせてくれた存在、そしてあなたのハートの扉を叩いている、心開いて私を受けるなら私はお前の中に入る、いや逆に言うならジーザスはいつもあなたと共にいて、あなたの中に生きている、ただあなたが気づいてないだけ。信じるとは気づくということだから、ぜひね、あなたの心にジーザスが生きて働いているんだということをね、忘れないでほしいな。また分からなければ、ジーザス心の中に生きて、そして自分自身をこれからも変えてくださいってね、祈ればいい。求めをそうすれば与えられる。誰でもイエスの名を呼び求める者は救われる、ね。皆さんイエスの名を呼び求めて、この方を信じるという決心をどっかでしたことがあるだろうか。もしないなら今日このフライデーナイトで、自分にある意味で区切りを打つっていうかね、悔いを打つっていうか、今日、今まではっきり分からなかったけど、ここの中に今日ジーザスを迎え入れる。イエス様はここの中に入ってきてください。あなたを信じます。信じてるのか信じてないのか、いるのかいないのか分かんないっていうのはおかしなことなの、ね。あなたが離れてもイエスは離れない。いつもあなたと共にいる。
聖書を読んでるとそのことが分かってくる。またある時ふとそうなんだなってね、そういう気持ちになる。でも確信がないなら今日確信持ってください。まだイエスをハートの中に迎えてないなら今日迎え入れましょう。私は心を開いて、今まではっきりしてなかったこのイエス・キリストを私は心の中に迎え入れ、信じます、その決心を自分はしましたっていうね、区切りを持つことも大切かもしれない。僕は9月の29日にサンディエゴというところのミッションベイで心を開いてイエス・キリストを信じた。僕は23歳の時でした。今から40年前でした、ね、でもあの決心は忘れない。あの時あの牧師と一緒に心を開いてジーザスハートの中に入ってください、俺の罪を許してくれるのはこれ儲けもんだと、ね、信じて、ね、何も起こんなきゃ何も損して、でも信じて罪許されるならこんなうまい話は聞いたことない。もう当たって砕けろでジーザス信じた。でもあの決断は間違いじゃなかった。あれから母親が救われ、父親が救われ、小学科のおばあちゃんが救われ、おじさんが救われ、そして僕の弟が救われ、もう一人の弟も救われ、妹も救われ、今回家族全員がアメリカから、アメリカの各地から母親に会いに来た。みんな俺に言うんです、兄貴のおかげで俺はジーザス信じてた。俺は嬉しかったですね。母親通して俺の弟たち妹たちみんなジーザスを、兄貴がジーザス分かち合ってくれたから俺信じたんだよって言ってくれるわけさ。俺もう忘れてたわけですよ、ね、で二人は牧師になってるわけです。だから今日確信のない方確信持ちましょう。すでにジーザス信じる方は、ね、あなたの生き様がキリストの香りを放ち、あなたの存在感がキリストのこの命を人々に感じさせる。背伸びしなくていいんです。欠点だらけでしょう、みんな工事中です。ジーザス罪人を招くために来たんですから。でも罪人を愛してそのために十字架にかかってくれたんですから、なんて感謝だろう、なんてもったいない、ありがとうございます、こんな私を救ってくださって、そう祈ればいいんです。そしてあなたのスピリットに満たしてください。少しでも世のため、人のため、そしてあなたが人の魂を見るように、私も弱っている人に手を差し伸べれる、そういうジーザスの心を持っていくことができますように導いてください。祈ればいい、求めよう、そうなっていくよって、ね、あなたの中にすごい可能性があるんです。神様はそのようにあなたを作ったんです。あなたは気づいてないかもしれない、ね、ブレイクスルーする必要があるのかもわからない、己の殻から、ね、ぶち破っていく必要があるのかもわからない。聖霊があなた方に臨まれて、あなた方は力を受ける。エルサレム、ユダヤ、サムネア、全土および地の果てにまで私の証人となる。私たちの人生で起きた最も素晴らしい出来事、ジーザスと出会ったこと、私たちにできる最も素晴らしい出来事、ジーザスの愛を生き様の中で匂わせ、感じさせ、表現していくこと、これは永遠のテーマ。でもあなたで大丈夫、あなたで十分、あなたがあるということは神があるということ、あなたがいるということは神がいるということ、あなたは神の傑作作品なんだから、周りと比較する必要ない。あなたが今いるっていうのは偶然じゃない、摂理。あなたは生かされている。あなたはあなたらしく輝けばいい。あなたはあなたらしくジーザスと共に生きればいい。ジーザスが知恵を与えてくれる、ときめきを与えてくれる、そのときめきにね、身を委ねて表現していけばいい。一人一人使命、命を使う道筋があるはず。神様はそれが 何かどういうスタイルか必ず教えてくれる。アンテナ広げてれば必ず分かってくる。ジーザス、あなたを愛し、ね、そのことを忘れないでほしいなと思います。